平野翔、最後のブログで性被害暴露のカウアン氏に恨み節か告発で金儲けするために利用されていたその真相は。こんにちは、スコープ芸能です。カウアン氏は元キング&プリンス平野翔さんとほぼ同期で、同じ頃にジュニアとして活動していまいた。しかし入所すぐに人気の出た平野翔さんのことを心よく思っていなかったようで、以前から支援によるネガティブな発言を続けていました。彼の元には様々な支援や励ましが届いているようですが、注目を集めるにつれて戦術のネガティブな発言により多くの批判も集まっているといいます。 TikTok ライブで平野翔さんについて、ヤンキーだった、天然とか嘘、平野翔はヤンキーで人に正座させて顔面蹴ってたと暴露すると、有料の投げ銭に稼ぎてー、稼がせてくれよこのライブでと返答しました。このカウアン氏の一山当てたいがために暴露しているようなコメントにより、平野翔さんのファンは多くの苦言を呈したといいます。また2022年11月15日、元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモト氏が故ジャニー喜多川氏からの性被害を告白する記者会見を行いました。この衝撃的な告発によってジャニーズ事務所の闇が暴かれることになりましたが、その中でカウアン氏が明かしたのが、キング&プリンスの平野翔さんと一緒にジャニー氏から性被害を受けたという事実でした。カウアン氏は2012年から2016年にかけてジャニー氏から15から20回もの性的行為を強要されたと主張しました。その中には平野翔さんや永瀬廉さんと同じ部屋で泊まった際にもジャニー氏から性的な接触を受けたことがあるということです。カウアン氏は、平野さんもジャニーさんから性被害を受けていました、それは確かですと断言しました。また永瀬さんも同じ部屋で寝ていたので、同じように被害に遭っていた可能性がありますと述べました。またカウアン氏は、平野さんや永瀬さんがジャニーズ事務所を退所した理由の一つにジャニー氏からの性被害があるのではないかと推測しました。カウアン氏は、彼らは自分の夢を追いかけるために辞めたと言っていますが、それだけではないと思います。ジャニーさんからの性被害は彼らにとって大きなトラウマだったと思います。彼らはジャニーズ事務所に感謝していますが、同時に苦しんでいると思いますと語っています。カウアン氏は、自分の告発が他の被害者に勇気を与えることを願っていると語りました。そしてカウアン氏は、ジャニーさんから性被害を受けた人はたくさんいると思います、でもそれを話すことは難しいです、私も長年黙ってきました、でももう隠す必要はないと思いました、私は自分の真実を話すことでジャニーズ事務所の問題を解決する一歩になればいいと思っていますと述べています。話は少し変わって、平野翔さんは最後のブログにて、キンプリの海外進出に事務所側が NG を出したのではということがわかる一文を残しましたが、気になる文章はそれだけではありませんでした。平野さんが最後に綴ったブログには、他人は他人、うちはうち、周りをたくさん巻き込んでてもみんなは自分を一番に考えてくださいとあります。よく子供を諭す際に、よそはよそ、うちはうち、なんて言葉を使いますが、この言葉を平野さんが選んだのには、とある人物のツイートが起因しているのではと囁かれています。そのとある人物というのが、そう、カウアン氏です。カウアン氏は5月16日に国会に召集され、ヒアリングを受けた際にこんなツイートをしています。僕が未成年の時に受けた性被害と今後子供たちの被害を防ぐことができる仕組みを作ってほしいとお伝えしました。僕は立憲民主党を支持しているわけではありません、でも今後子供たちが僕のような性被害に遭わないようにするための法律をぜひ国会で作っていただきたいと思っていますと。これに対して某芸能関係者はこうコメントしています。カウアンさんの子供というワードを受けて、平野さんが子供を諭すように、他人は他人、うちはうちという文言を最後のブログに入れたのかは定かではありません。ただカウアンさんが平野さんの名前を何度も出したことで、
キアラたちを不安にさせてしまったと、平野さんは心を痛めていたでしょうね。この一文はティアラたちの複雑な気持ちを汲み取った平野翔さんの気遣いだったのかもしれないですね。そして平野翔さんはカウアン氏の告発に対してどう考えているのでしょうか。平野翔さんは2022年11月にキング&プリンスを脱退し、2023年3月にジャニーズ事務所を退所することを発表しました。平野翔さんは自分の音楽性を追求するために海外で活動することを目指しているということです。平野翔さんはジャニーズ事務所やファンに感謝の気持ちを伝えましたが、カウアン氏の告発によって平野さんの心境にも変化があったのではないかと考えられます。平野翔さんはカウアン氏にジャニー氏から性被害を受けたことをバラされたことに対してどう思っているのでしょうか。カウアン氏を恨んでいるのでしょうか。それともカウアン氏を支持しているのでしょうか。もしかしたらいつか自分も性被害を受けたことを認めるのでしょうか。それとも否定するのでしょうか。平野翔さんはジャニーズ事務所やジャニー氏に対してどんな感情を抱いているのでしょうか。この件に関してはまだ詳細な情報は出ていませんが、いつかきっとより明瞭になるでしょう。もしかしたら誰かが悲しむことが発表されるかもしれません。願わくば平野翔さんの今後の芸能活動に影響がないことを祈ります。またカウアンさんを英雄視する声がありますが、彼は外国特派員協会の会見後も配信で、これで話題になれる、世界デビューできる、逆輸入で人気になれると語っています。今回の告発はもしかしたら売名のために平野翔さんとジャニーズを利用し歌手として一発逆転を狙ったというのが本心ではないでしょうか。少なくとも社会正義や義憤に駆られてジャニー氏を告発したわけではなさそうですよね。平野翔さんはキング&プリンスのメンバーとして多くのファンに愛されてきました。彼は歌やダンスだけでなくドラマや映画などでも活躍し、その才能と魅力を発揮してきました。しかし彼はその裏で苦しんでいたのかもしれません。もしジャニー氏から受けた性的被害の話が本当ならば、それは彼にとってとても大きな傷となったことでしょう。しかし平野翔さんは決して屈しませんでした。彼は自分の夢や目標を追い続けるために勇気を持って新しい道を選びました。彼はファンや仲間に感謝の気持ちを伝え、今後も芸能界で活動していくことを宣言しました。彼は自分の人生を自分で切り開いていくことを決意したのです。これからも平野翔さんが素敵な笑顔でありますように。平野翔さんの未来に光が満ちますように。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。